中国政府はアメリカと中国の貿易問題で互いの製品に掛け合った制裁関税の一部を共に撤回することで合意したと発表しました一方で双方からは懸念の声も聞こえてきます中国商務省は会見でアメリカと中国の第一段階の合意としてそれぞれの制裁関税の一部を共に撤回することで合意したことを明らかにしました がが実現すすれば貿易摩擦の緊張緩和につながります一方でアメリカのニューヨーク・タイムズはアメリカ政府関係者が中国が知的財産権の保護の問題で積極的な行動を取るかどうかにかかっていると釘を刺したことを報じています。 また中国商務省は第一段階の合意には互いの追加関税を同時に同じ比率で引き下げることが重要な条件だとも強調していますそして関税引き上げによって始まった貿易戦争は関税の取り消しで終わるべきだと主張しました合意に署名する場所については調整が続いていて来月初旬の NATO 首脳会議に合わせ ロンドンで行われる可能性も取り沙汰されています。